はい、皆さんどうも、かみこです。本日はですね、シティーズスカイラインプレイステーション4エディションを、やっていきたいと思います。全くね、こちら、ちょこっとだけ触ったんですけども、新規ゲームで開始していきたいと思います。世間はどうもりをやってる、どうもりじゃないな、どうもりか、あつもりですねをやってるんですが、私、PS4 しか持ってなくて、任天堂のスイッチ持ってないのでね、できませんので、こちらで、視聴になりたいと思います。こういうゲームは、以前ね、トロピコというゲームがあるんですけど、そちらを昔プレイしていたことがありまして、シティーズは初めてになります。ので、お見苦しい点多々ございますと思いますが、あでもないこうでもないって言いながら、街をね、発展させていきたいと思います。どこにしようか、なんか初心者がやりやすいところとか確かあったんですけどね、どこか忘れちゃったな。そんなの気にしないでとりあえず行きましょうか。はい、よいしょ、どこがいいかな。じゃあここ、リバラにします。はい、名前はどうしようかな。じゃあ、ガメコシティにしよう。カタカナで、できない。間違った。ひらがなにしようか。シティだけで。で、左側通行にしますね。この辺、チート使えるんですけども、今回、初心者っていうのもあるし、チートとかズルしないでね、やっていきたいと思います。で、オプションだけちょっと変更して、この夜になったらね、綺麗なんですけど、まあ、いいか。夜、はい、昼と夜とサイクル利用にしていきますね。はい。それでは、始めてみたいと思います。ここにね、ロードしてる間にいろいろ情報が出てくるんで、この辺の情報もチェックしてね、やってみたいと思います。はい、そしたらですね、こちら、ガメコシティできました。こちらの地図ですね、ここ、T 字のマークみたいなのが出てると思うんですけれども、こちら、高速道路から道路が何もつながってないからつないでくださいよっていうマークになりますね。こちらですね、はい。で、まだ道路も何もかもつないでない状態です。あと資金がね、一番最初7万円でいいのかな、7万ドルかな、7万ドルからスタートします。なもんで、とりあえずつないでいきたいと思うんですが、お先にこの土地どんなものが取れるか、例えば鉱石とかですね、どういう感じなのかとかいろいろ見ていくと分かるように、この抹茶色でいいんですかね、抹茶みたいな色は、これはね、なんて読むんだろう、わかんないんですけど、調べたら農作物とか畜産とかが、主に産業的になっていく感じで、これは森林ですね。はい。で、今はちょっといけないんですけど、黒いところ、画面こっちから見た方がいいかな、上の黒いところは石油が取れるそうです。はい。今ね、ここ点々の四角で囲ってるここだけしか発展できないんですけれども、まあいろいろね、ここも広いのでやっていきたいと思います。よし、じゃあこれからまず道路を敷いて、市民を呼びましょう。でこの道路もね、お金がちょっとかかるのでね、なるべく慎重にやりましょう。で、なんかね、渋滞するんですって。だからイギリスかどっかにある、こう日本ではあんまりないんですけど、円形のこういう感じのね、サークル、なんて言うんですかね、車乗らないからあんまりわかんないんですけど、こういうのを作ったら、渋滞の緩和につながるそうなので、こういうのをね、UG 付近に作っていきたいと思います。で、そうやな、
住民を先に呼び起こそうと、呼び起こそうじゃない、呼ぼうと思うので、これまっすぐちょっと分かんないけど、まっすぐできない、まっすぐね、ちょっとずつ住民を呼んでいきたいと思います。で、今ね、住民が足りないっていうのは、この画面で見てちょっとね、分かりにくいんですけど、右下の、びっくりマーク出てる緑の、分かりますでしょうか、右下の緑のねアイコンなんですけど、これがね、あのついてる感じに見えると思うんですけど、これ住民来てほしいよっていう印になります。なのでね、住民の方を先に呼んで、それから産業とかいろいろ発展させたいと思います。で、時間をちょっと早送りで進めてみます。でね、住民を呼んでる間、待ってる間ですね、水と電気が使えないとお話にならないので、まず水と電気を、接続したいと思います。お金がね、ちょっとないのでね、ちょっとずつしていきます。で、これすごいのが、ちゃんと下水とかもね、汚れていくんですよ。だからその辺もすごいなと思って。あ、住民ちょっとずつ来ましたね。はい、これお水ないよっていう水のアイコンと、雷マークは電気がないよっていう、お達しですね。わざわざ SOS を知らせてくれます。で、お水ですね、ここで入れて、この青くなってる範疇内でしたら水は大丈夫なんですが、そもそも浄水と下水の方に電気が通ってないので、水道管は引けてるけれども、あれですね、電気通ってないのでまだ水は確立できてない感じです。で、お金がないのでね、あ、本当は石炭発電所もやりたいんですけど、マイナスになるので、で、分かると思うんですけど、維持費だけでもかかってくるんですよ。どん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 マイナスになっていってるのも困るので、一旦止めて、そこからやっていきたいと思います。まず電力6ワットしかないのか。ひとまず浄水庫の方に、すいません、くしゃみが出ちゃいました。でもう一個、立てようかな。2個立てるよりも安いよね、こっちの方が。お金19,000円ね。で、この色が濃いところ、この辺り、あの出れいけないんですけど、この辺りの方が風が強いという印になっております。ただね、あの町から遠かったら電線とかもやっぱやらないといけないのでね、その分も電線もお金がかかりますので、とりあえずいいかな、とりあえずこれで進めてみます。そしたらね、さっき言ってた右下のゲージ、半分ぐらいになって、今度オレンジと青の、ゲージがね増えてきたと思うんですけど、それが青が商業エリア、オレンジが、工業エリアになります。なのでそれも、言って住民のあれですね、住む、働くところも作っていってあげたいと思います。3つぐらいがいいかな、これで大丈夫かな。で、なんかですね、掴んだ情報によりますと、どっちもね、働くところ入り口から、高速の入り口から近いところの方がいいんですって。で、なんでかっていうと、遠かったら後々人が増えていくと渋滞するらしいです。で、その渋滞で、商品が搬入搬出できなかったりするのを防ぐためにも近いところの方がいいそうです。これね、こんな感じでいいかな。はい、で、ここにも多分ね、お水通ってないと思うので通します。これ大丈夫かな、これ大丈夫かな、心配なの、大丈夫か。今ね、初心者でひとまずやってみようっていうことでやってみたんですが、ひょっとしたらね、進めていくうちに赤字になって経営が難しくなると、これじゃあちょっと無理だということでもう一回やり直すかもしれない。そうならないようにしたいんですけどね。ここもまた電気が通ってないよっていうことなんで、電気通したいと思うんですが、こ
こでちょっと、情報ビューから見て電力の方ですね、足りてるのかどうなのか。発電量っていうのはこの、フル活電ですねの量なんですけど、今ね消費が3メガワットかなでいいのかな、なのでもう一個別に特に増やす必要なく、ここを電線で増やして、ここも電線で増やすだけでいいと思うので、とりあえずね節約のために電線だけ増やしたいと思います。私もちょっと偉そうにね言ってるんですけど全くわからない、全くではないけどあんまりわからないんでね。よし、これで、このままね情報ビューでもうちょっとまあ見てる間もね進んでいくので、まあ借金とかマイナスになっていったりします。はい、よいしょ、どれ電力、電力、電力、いろいろあるんですよ。この電力とか水とか、今必要なのは電力と水ですけど、あの犯罪とかね、防犯とか、防災とかね、そのあたりも出てきます。交通とかも出てきます、いろいろね。そんな感じで、こっちもせっかく入り口あるんだよね、どうしよっかな。何かあるのかな。実はあの私その2つね入り口があるところからスタートするのやったことなくって、今ね初めてやってるんですけど、どうなんだろうね。こっちをもうまんま住民エリアにしてもよかったかもしれない。でね、こっちをね商業とかそれ中心にしてもよかったかもしれないな。あ、見てください、赤字が消えてどんどんプラスになっていきました、いきましたというか言ってますね。はい、でこの緑のゲージ、注意して見てほしいのはお金もそうなんですけど、右下のやっぱりゲージですね、日々変わっていくので要求に応えなければいけません。でこれも緑のゲージが今度増えてきたのは住民の家を作れよおいおいっていうことなんですが、作りたいと思います。はい、いっぺんにねやってしまうとお金とかも足りなくなったりとかいろいろするので、区分けでちょいちょいやる方がいいらしいです。はい、これでよし。どうしよう、せっかくこっちにもあるからな、なんか作ってもいいんだけどな、ただなんかわかんないからな。これね、あの何の気なしにやってる間にすーぐあの時間過ぎていきます。フォールアウトはね、あの基本的に、なんていうんですかね、動いてる、自分が動いてるからいいんですけど、これ上から眺めてる感じなのでね。どうしようかなぁ。でもせっかく、高速道路の入り口とかもあるからなぁ。なんか作りたいよね。今はとりあえず無理しなくていいか、初心者です。はい、こんな感じに、住民がどんどこ増えていきます。で、この間に何人を知るのか。で、もうちょっと詳しいのが都市の情報というのがありまして、円グラフで、住民の、何割が、いくつぐらいだっていうと、あと、人口と労働人口っていうのがあるんですけども、労働人口352分の244ってことは、352人求人出してるけど、244人しかついてないよっていうことなんですよね。ただ人口が345人じゃないですか、人口の方が下回ってるんで、この場合あのいくらね、なんていうんですかね、あの住民をちょっと増やしたからって言って、あの工業とかそういうのを増やしたって意味がないと、建物だけできて、人がねあの働いてくれないと潰れてしまいますので、はい、こんな感じでね、いろいろ見れますので、いろいろと見ておきたいと思います。ここね、電気足りないよって言われてる、なんでさっき行けてたのに、あれなのかな、やっぱり。スイカで電気のマークどれだ？これか。ん？足りないわけないと思うんだけどな。発電量が、あ、そうか、こっちから引っ張ってこないといけないのか。じゃあこっちから引っ張ってきますね。これ発電量どれくらいなんだろう。
けたんじゃん。いけたよね。いけた。で、詳しい情報、建物個別の詳しい情報はこうやったら見れるので、で出力6ワットとかね、加速8とか、ここもなんですけど、電気どれぐらいかかってるかってどうやってわかるんだろう。意識はね、わかるんですけどね。で、予算とかもいろいろこのゲーム細かくて決めることができます。まあ私は、なんていうんですかね、初心者っていうか、全くね、今のところわからないので、ノータッチなんですが、で一応名前もね、変えることができます。はい。で、今この、ね、緑色とオレンジとかついてきたんですが、先に住民の方を追加でいきたいと思います。もうちょっとずつ、やろう。なんせわからないしね。とりあえず黒字でよかった。結構あれだけどなぁ。で、一応この、あ、おめでとうございます。小さな集落になりました。462。マイルストーンっていうのがありまして、まあ、言ったらレベル、簡単に言ったらレベルみたいなもんですね。レベルが上がると、新しい機能と、新しいサービスと、新しい施設が、運営というか、建てることができます。で、この辺り、税金とか融資とかゴミとかなんですけど、まあ、この辺りは全然大丈夫なんですけどね、もっともっとレベルが上がって、人口が増えていくと、今度あれです。車と徒歩とかだけじゃちょっとね、ダメになってくるので、自転車じゃない、地下鉄、電車とかね、あと船とかもあったりするみたいです。で、このレベルアップすると、奨励金みたいな感じでお金がちょっともらえます。はい。で、さっきのねゴミとかも一応ライフラインのところにあるんですが、まだゴミのマークが出てないので、ね、出だしたらちょっと立てようかなと思います。おっと、電気が足りない。本当か、どうしようかな。電気足りないのに、本当どうしよう。電力、あ、不足だな。じゃあさっきのお金をね使って、これ、何これ何これじゃない、こちらですね。はい、さっきのお金をちょっと利用しまして、石炭発電所を作りました。石炭って言っても石炭掘って自家発電してるわけじゃないので、輸入ですね。輸入に頼ることになっております。はい。自分でね、取れる場合は取った方がそのうちはいいんでね。なんですけど。で、よく出るこの、お水が足りないようなね。はい。これで解消できました。で、電力抜けかな。のんびりした時間が過ごせます。これね、何かしたらね、見れたと思うのよ、あれが。町に住んでる住民が、町に住んでる住民目線でね、町中をこう、見歩くことができたはずなんですが、それがちょっとわからない。次までにちょっと調べてやってみます。やりたいと思います。はい。この見えます真ん中のこのゴミのマーク、これがゴミ臭いからゴミ回収してよっていうマークです。皆さんもねゴミ収集、なかったら困りますよね。でゴミなんですが、この、紫色で囲まれてる部分、多分これがね汚染とかそういう感じのやつなんですよ。なのでどっか
工業地帯とかそういうところに建てていきたいと思います。はい、商業施設にね、ボーンってそういうのが建ってても嫌だしね、買い物したくないしね。私は住んでるところが大阪なんですけど、大阪はもうね、埋め立て地のところに建ててたりしてるので、まあそんなもんだよね。なんか大阪の方のそのゴミ収集所は臭いとかそういうイメージを払拭するために日々頑張ってるみたいですよ。建物もね、すごい、初めて大阪に来た人、ユニバーサルスタジオジャパンの近くにあるんですけど、それユニバーサルスタジオジャパン USJ とね、ゴミ収集場を間違えるぐらい、それぐらいなんか綺麗な建物って言ったらあれなんですけど、結構かなり豪勢な建構えになってます。よかったらね、検索していただいたら画像等々出てくると思うんでね、はい、よかったら検索もしてみてください。なんかね、入れるみたいです。見学もできるみたいなので、私はよく知らないですけど、地元だけで行ったことありません。はい。ちょっと遠いんですよね。でわざわざそれだけのために行くのはちょっとなって感じなので、あれだね、商業施設全然作らなくていいね。もう人さえ増えてたらいい感じなのかな。できて、人来て。一応、教育もあります。小学校、高校、大学あります。幼稚園とかね、保育園もないんですけど、あと中学校もなんかないんですけどね。で、道がない。でもね、なんかいい、どこなんかの水道かもね。ねえ、今もいいんですけど、後々、教育した人じゃないと雇いたくない。今の企業もそうですよね。高卒しか嫌だとか、大卒がいいとかね、いうのがあるので、教育を、重点的に施していきたいと思います。時間がかかるので、小学校入ってすぐ卒業なんてできないので、そのあたりも考えて、何年行くのかわかんないんですけど、考えて、立てていきたいと思います。はい、またレベルアップしてマイルストーン、小さな集落おめでとうございます。小さな集落人口が460人到達しましたって言ってるけど、これあれじゃない、さっきと一緒じゃない。しかも902人だけど、バグってない?大丈夫?え?お金ボーナスがもらえた?増えてる?大丈夫か?大丈夫だったらいいんだけどな。はい、小学校ですね。300人入ります。で、166人、どん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 増えていってますね。これね、確か小学校が、範囲狭いんですよ、学校区が。なので小学校、よくありますよね、第一小学校、中学校だったらか、第一とか第二とか、小学校もあるかな、あったりしますよね。そういう感じで、この小学校一つにつき、一つの町につき一個だけじゃ意味がないですよね。この赤色が全然教育施されてませんよっていうマークなんです。なので一つじゃ足りないということで、家を潰してもう一つ端っこに、両端にね、出たいと思います。このニコちゃんマーク出たと思うんですけど、ここ、ギリここぐらいまで。教育の新しいのが立って嬉しいよっていうことなんですけど、はい、これでね、どん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 、君たち頭良くなってくれたまえ。そうこうしてる間に、まあ家はもうどん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 あれなんですが、お家も増えて、今度商業と工業もちょっと増えてますね。
人ってか人はどんな感じなんだろう、来てんのかな、いっぱいですね。でここにほら、労働者数っていうのがあると思うんですけど、これがね、あの求人8人求人来てて、で一応教育受けてない人誰でもウェルカムって感じなんですけど、ゼロって書いてあって人がいないんですよね。なので、あの早くここの人が引っ越してっていうか通勤してくれたらいいんですが、今まで通勤する道がこの道しかなかったんですよ。ということで新しくなんかこっちに通ずる道、こっちもね、こっちに通ずる道を作りたいと思うのですが、作ろうか、作ります。はい、よいしょ、どうしよう、ここでいいか、ここでとりあえずこれも家ね、家っていうか潰しちゃうことになるけど、そしたらこれでいいかな、作りやすくなる。人口減った、なんで分かんない。でこの覆面のマーク、これはあの空き巣に入られましたっていうマークなので、これが出たらあの一応ね警察署安全のために立てていきます。はい、で警察署とかなんですけど、新しい、お金とね要素なんで立てていった方がいいと思います。はい、というのもボン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 立てていったらどん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 ねマイナスになっていったりとかするので、ギリギリの状態で建てたもの、ね、この維持費っていうのがかかるんで、建てたら終わりじゃないのでね、そのあたりもちょっと頭に入れて建てていく、ちょっと余裕がある時に建てた方がいいと思うので建てていきたいと思います。電力はどんな感じかな、発電量が多いのね、これ発電量が多いの、ね、でこの引いてみたときに分かる、その工業地帯の左上のオレンジのところですね、これは汚染です。はい、環境汚染がひどいよとのことらしいですが、現時点ではもう 何もできません。はい、どうしようかな、もうちょっとね住民もやっぱり建てたいので、この前にこれ石炭発電だけで電力40ワットか、どうしようか。でここ風車のね風力発電の近くってうるさいらしいんですよ。あのなので近くに住民がいると病気になってしまうんですよね。あとこう電線もまたいでしまう形になったりするので、ちょっとな困るんですけど、まあ、とりあえず道だけ作っておいて、この切れたところのなんとか、あ、いけたか、いけました。はい、なんとかして直そうかと思ったんですか、いけたみたいです。よいしょ、ね、はい、ね、ここ炎が出ましたね。ここも火事ですっていうマークで、このまま置いたらお家が焼け落ちてしまいます。こんな感じになっておりますけども、ただしかし今ねお金ないんです。7800円ぐらいになってるんですけど、消防署建てようと思ったらお金がありません。1万2000円かかるので、住民がね増えてこうレベルアップするのを待つとか、それかあの借金するできるんですけどね、一応どうしようかな、借金してもいいけど、ただまあちょっと住民の需要があるのでね、お家を先に建てます。ちょっとここは焼け落ちてしまったな、これはね隣に焼け落ちたりするのかな、隣に映ったりするのかな、わかんないです。あ、映ってますよね、最初だってここだけだったの、すごいな、あーってなってる、うわーってなってますね。さあさあどんどん住民を増やしてほしい、どんどん増えてください。かな、1万2000行ってくれたら消防車がねこう出動して火を消してくれるんですがね。あとこれ見てわかるように迷惑駐車が結構多いんですよね。だから現実もそうなんですけど、迷惑駐車が多かったのに、あ、これ焼け落ちました。こうなるともうどうしようもないので、こちらで
なかったことにします。あの焼き焼きさまはね、そのまま置いてたら周りの景観とかも良くないのでね、はい、で1万3000になったのでもうギリギリやけど、そうして食べます。はいはい、おめでとうございます。ちっぽけの町1400人に到達しました。新しい機能が地形変更イベントポリシーで、新しいサービスレイジャー特殊施設レベルにサッカーっていうのがあるんですけど、スタジアムも建てれます。あとまあ条例でね、ペット禁止とか、そのサポーターっていうのはサッカーのね、ファンのことですね。ユースっていうのはサッカーです。で学校定員の縮小とか、公園とレクの、重視とかね、資源とかいろいろあります。水路もできます。で新しい施設も高校、図書館とか公園とかがね、行いました。テニスコートとかもできます。はい、で私は、地形の変更とかイベントのポリシーとかね、触ったことがありません。なかなか難しいですよね。触れる暇があったら触りたいんですけど、あ、もう落ちてる。焼け落ちてね、なかったことにして、後から家がすぐ建ちました。で、工場もちょっとあれですね、あのもうちょっと欲しいなって思ったので、もうちょっと工場に行きたいと思います。道は私の場合ちょっと多めに作っとくけど、ちょっとずつちょっとずつ建てないと、やっぱり住民の兼ね合いの求人とかもね、あったりするのでね、いろいろと難しいところなんですが、とりあえずこんな感じでいいかな。で商業施設なんですが、これこっちから行くのだけだったらちょっとしんどいかもしれない。こっちの方にもちょっと作ってた方がいいかな。いいかな、作っとこうか。ちょっと作っときます。本当は多分ね、なんか、いい作り方があると思うんですけど、そこまで知識がないのでね。よいしょ。はい。で、これでとりあえず。で、あと、この町、病院がないんですよね。ただ、誰も今のところ病気になってないので、必要とはしてません。ので、さっきの消防署みたいにお金が足りなくなったら困るので、ちょっと誰か必要な人が出てきたら、病院建てたいと思います。ここにね、どれぐらいレベルが上がったら、どんな感じでどんなものができるのかっていうのが、表示されてるんですけれども、はい、すごい住民あれだな。そんなに住みやすいんですよ。自分で作っといてもいいんですけど、やっぱりね、今コロナでちょっと世の中不安だらけなので、自分でね、理想的な街を作ってしまうのもいいかもしれませんね。ここも水が足りないし、なかなかこうやってこう考えると、こういうシミュレーションゲーム奥が深くて難しいなと思います。一つの、ね、市を作るのもこんなに難しいんですから、国を作るのってもっと難しいですよね。国を作る、国を束ねるね、もっと難しいですよね。それで住民もっとクレアとのことが出ましたので、追加で情報があったらやっていこうかな。でね、風力なんですが、うるさいってことであんまりね、住宅街から遠いところに作っていった方がいいと思います。現実でもそうですね、飛行場とかね、電車の横とかの家ありますけど、うるさいですもんね。その分でも家賃が安かったりして助かったりしてるところもありますけども、はい、
現実で自分がもし住んでたらどんな街にしたいか、どういうところに住みたいかっていうのも考えて、作るのをおすすめします。という、私もまだまだ初心者なので、全然できてないところもあると思うんですけどね。ちなみにこちらシティーズ PS4 版の何もない、特典がない感じなんですけども、ダウンロードコンテンツ追加をしましたらですね、あの災害とかのやつもできるみたいなんですよ。で、雪が降るパターンとかもあったりするみたいなんですが、今のところ無印で遊ばせていただいてます。このマーク、この人のマーク出てるんですけど、これが、人足りてないよっていうことです。あ、消えたね、うん、人足りてないから、人くださいっていう、働いてくださいっていうことです。ね、はい、これね、11人欲しいんですけど、うち5人しかいないんですよ。ちょっとこのままじゃやばいんで、よろしくお願いしますっていう感じです。で、ここなんですけど、あの住宅街から遠かったら、通勤がね時間かかったら、そんな誰も行きたくないやいってことで、近いところの方がやっぱり好まれます。何でもそうですよね。私もあの歩きたくないですもん。歩きたくないし、そのために朝早く起きたくないし、近いところの方がいいですよね。ただ今の段階では電車も通すことができないので、何とも言えない感じです。バスもね、通すことできるんですけど、あのどんどんレベルが上がったらね、バスもねちょっと通せない状態なので、歩くか車か頑張ってくれよっていう感じになります。やたらと工場が伸びてる、伸びてるけど伸びなかったでしょ。商業はやっぱそんなに必要とされないのかな、住民的な感じで。工場の方がそんなどんな感じなの、統計とかもこれで見れます。人口数とか流出、もし引っ越した人とかね、これ何もないけど、今人口の推移だけで見たらこんな感じ。税金とかもありますんでね、すごいなんかこと細かにしてますよね。うん、幸福度もちょっとね、こうやって上がってそんなにとか、囚人とかもあるんで、めっちゃいるじゃん、めっちゃじゃないけどいるじゃん。警察署、警察署立ってたっけ、分かんない。自転車の移動とかもあるの、警察署立ってたっけ、立ってないんだよ、立ってる。これがね、警察署、同じやつですっていうのがこれでわかります。やっぱりいいね、青色だし、満足してるみたい。犯罪発生率が 5% だし、いいよね。水が足りない、めっちゃ早いなと思ったら3倍速にしてるから、それは早いわね。はい、はい、ね、真ん中出ましたね。スカーレットクローリーさんがツイッターみたいなものなんですけど、それで、病院がないというふうに不満を垂らしておりましたが、病院作ろうかね、あった方がいいよね。じゃあ、しゃあなしやでっていうことで病院作ります。1万円です。病院よりも小学校の方が高いんですけど、はい、病院もね幅広い、病院はね、あの小学校よりも幅広い感じで、たくさんたくさん作らなくても大丈夫です。で、教育で言ったら小学校をたくさんたくさん作らないといけない、小学校、高校、大学かをたくさん作らないといけないですけども、基本的にはでもまあ本当ね、そんなにいるか小学校って感じだけど、やっぱいるよね。はいはい、どんどん住民の需要も増えていってます。あ、ちょっと商業施設の需要も増えたり減ったりだね。まずはもう何はともあれ住民ですね。はい、
さてどうしようか。ここもちょっとつなげていこうかな。でもお金がちょっとないんだよね。どうしよう。困っちゃうな。あれだよね。こっちにつなげたら、こっちもやっぱり商業施設欲しいよね。こっちの人用の商業施設。だったらやっぱもうちょっとお金があってからの方がいいよね。そう思うわ、私もだ。ちょっと着手していこうかな。ここは何も特になんか眩しいものない。あ、こっちで森林ができるのか。ここね、森林いいんだね、できます。しゃあない。じゃあやってっか。住んでるところはまあいいとして、もうお金足りなくなったらやるかな。じゃあ住民こっちにしようか。あ、住民でもそんなにここ行けんの？うわ、水着じゃない、大丈夫。的になんか高価になってます。あ、これに詰まってるのかな。なしで一応ここをとりあえず住民のエリアにして、いや、それか、あー、どうしようかな。で、商業施設どんな感じ。商業施設じゃなかったかね。情報ビューでこっちのこの辺りだね。森林の方で、出た、資金が足りません。ダメじゃん。おいおい。出ました。ああいうふうにね、資金が足りませんっていうふうに出たら、もうお金が貯まるのをただひたすら待つしかないです。何も考えずに道路を引くと、ああなります。いい例ですね。さて、こちらの方を振り返ってみましょうか。まあ、住民はね、どんどん増えてってるし、資金もマイナスではないので、特にあれする必要ないと思うんですけどね。困ったなぁ。住民増えてるのかな、これ。どうなの、引っ越してきてんの。あ、でもなんかぐる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 行ってるなぁと思ったら違う。こっちにも誰も来てない。怖っ。え、なんで？水とかもまだだから？え、怖いんですけど。ちょっとせっかくこっちね、道とか作ったから来てほしいんだけどなぁ。なんかコツあるの？コツあったらなんか誰か教えてください。だったらそのコツをもとにもう一回作り直したりしたいと思います。とりあえずね、工場、ここ、これぐらいでいいか。で、これなんですけど、区画の設定ができます。地区の作成っていうのをクリックしてもらって、ここですね。で、さっきここは森林が多いので、これですね。林業地区にします。で、お名前がヒッコリーヒルズっていう、簡単に、勝手についてるんですけど、気に入らないので変えます。どうやって変えるのかな。違うわ。あ、これで変えるのか。違うわ。あれ、私さっき何をした。違うな。んかで確か変えれたんですよ、名前。あ、これか。これで、お名前を、これで変えます。どうしよう、林業だしな。林製作所とかにする？ダサいな。まあいいや。林レースで。はい。
はい、ありがとうございます。急成長中の町になりました。2600人、人口が2600人到達する。で、新しいエリア2キロ×2キロっていうのがあるんですけど、さっきのね、点点点で仕切ったエリア以上以外のエリアを変えます。で、新しいサービス、交通、ここでやっと出てきました。バスね、バスとタクシーが出てきました。で、条例でリサイクル、ハーブ等々行けるようになったよ。施設の墓地とかね、バスが行けるようになったの、タクシーが行けるようになったのに合わせて、バス車庫、タクシー車庫それぞれ行けるようになったのよっていう話です。はい。で、お金もね、増えて4万1590円、はい、それでですね、こっちに人が、住んでます、住んでました。はい、で、ここで浄水、下水やってないので、ここでね、さらにちょっと追加してやりたいと思います。浄水管だったらでいいかな。水道管つなげやって、今この出てるんで、つなげます。いいね。住んでるんだ、こんだけしかなくて。住んでくれてるんだね、すごい嬉しいわ。で、あと電力がないんで、はい。電気なんですが、また、じゃあ、これ、使おうかな。使わせてもらおうかな。一番きつい。いいよね。はい、パッ。で、これ、はい、パッパッパッと。あ、しまっ、あれこれだな。繋がってないと出てるな。なんで繋いでなかった。え、なんで繋いでないの？嘘、繋いでるよね。なんで繋いでないって言ってんの？電気、こっちも電気が必要なの で、レベルが上がって風力発電をできるようになったので、風力発電をやります。資金がもう454ドルしかないですやばいですこれ、正直言って。ちょっとこれね、電線つなぐのにお金がいるんですが、ギリいけるか。よし、いけた。これでちょっと様子を見ます。いけたんじゃない？いけたよね。いけてないとは言わせないんだけど。あ、いけたいけたいけた。水もいけて、電気もいけた。こっちを林ですと、来てくれたの？来てないなぁ。なんでやろ。こっちにする必要あったのか？この辺りも全部あれにしようか。で、どっかつなげたいですね。電力はどんな感じなのか見てみようか。発電量93、消費が40。いい感じ、いい感じ。あれかな、じゃあこれ外しても大丈夫かな。こっちでしょ。電線って川にも行けるのかな、どうなんだろう。できるんだったらいいんだけど、普通でもないよね、川とかね。いけちゃうの。いや、いけちゃうんだ。へー、知らなかった。これをさ、また虫に取ってみてしまったらどうなる？あー、こっちがダメなのか。バカなことしたかもしれない。こういうのにならないように、セーブね、しておきましょうね。良い子の、はい、電力不足来ましたね。あ、違うよ、間違った。こうならないようにね、良い子の皆さんは近くステージの方をお願いします。これで行けたかな。行けた。で、どうなった、はあ、こっちが電力不足か。これなんで、あー、これ通ってない。水道管も通ってない。
で、さっきの私みたいに、あ、やっちゃったっていうのにならないように、こまめに整備をしていくことを本当におすすめします。特にね、私も初心者なんですけど、多分ね、熟練の人だな、あ、こここうしたら問題解決になるよって分かると思うんですけど、私もなんですけど、どこをどう狂ったか分かりませんって元に戻すのが非常に困難な場合があるのでね、これ自動セーブ一応あるみたいなんですが、自分でねしっかりとセーブをしておくことをお勧めしておきます。ちょっとお金もまた少なくなってきたしな、せっかくだからここも橋でねつなげたいよね。お金多分いるんだろうな。しかもこれ橋でつなげようと思ったら4車線とかにしたいから、大体いくらぐらいかかるの。9000円、めっちゃかかんじゃん。しかもここからこう町へつなごうと思ったらすごいかかる。9000円もダメだ、ダメだ。なわけで、なんで警察来てんね。どっから来たの。この辺りちょっと安く済ましたいから、舗装されてない道路にしよう。大事よね、安く済ませるってこと。特に今のお金がないこの状況、大事だと思うわ。あ、え、やばい、住民減ってるよ。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。減ってたらダメですな。ダメってわけじゃないけど。減ってるのはアカウントにしてもらったら嬉しい。延期の方にはすごくないか、嬉しい。やばいな、減ってるじゃん。なんで、あ、なんで減ってんの。特に何も、あれだよね、不満ないよね。何、なんで。え、観光一人来てくれてるんだ。ありがとうございます。あ、増えてる。本当はこっちにも商業施設建てたいんですけど、出ましたね。人が足りませんっていうマーク。人が足りませんっていうマーク。あ、こっちしようか。ハヤシライスの横に普通の商業施設を建てようか。ちょっとお金がないからちょっと待って。あと水を確保するのがなかなか奥が深いんですよ。トロピコはね、そこまでそんなにお水とかは気にしなくてよくて、天気はね気にしないといけないんですけどね。また今度機会があったらトロピコの方も、実況動画出したいと思います。これとは違って、シティーズとは違ったね面白さがまたあるのでね、それもそれで面白いです。はい、ここね、いっぱい人が足りてないから人来てって言ってますね。どん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 ここの人が増えてね来ることを、人が来ないとね潰れちゃうので、どこでもそうなんですけどね、現実もそうですけど、人がいないとね潰れ、店を畳む店がなくなるのでね、ちょっとまあ工業の方がね、ゲージ、オレンジのゲージちょっと上がってきてますけど、人がこんだけいないので作ったのも多分無駄だろうということなのでね、作らないでおこうかな。海外だろうな。こう赤くなってますね。早く、人早くっていうことです。簡単に言うとそうですね。そのように放っておくと潰れます。そんなに住民があれなのかな。お、すごい世帯数ラッキーセブン77、そうね。それかもうみんな遠いから働きたくないの。この道遠いか。別にね、一定にしてるわけじゃないから、別に何もないと思うけど。
どうかな、バスとか作った方がいいの、でもお金かかるしな、考えたらやっぱりこっちにとりあえず小学校は避けたけどね、何はともかく小学校作ってるできてる家を潰して小学校建てましたんでね、鬼畜すぎ、やばいな、ここ潰れちゃうかもしれない、こっちに商業施設どっか建てたら建てようかな、こんな人があれか少ないのかな、うーん、どうだろう、人を増やす、言って焦って増やすと今度ね、あのお金が足りなくなったりとかするんで意味ないんですよね、ゲージに常にこう目を配って忠実にしとかないと狂ってくるんでね、でも電線途切れたままって待っててるし、電気つけた、違う、お水じゃない、電気、まあ明日が来るかもしれないから下水も、あ、行けてる、どうしよっかな、あ、シャキ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 、来てる来てる、ギリギリ倒産しなくてよかった、はい、来た来た、何が原因だったんだろう、多分ね、こっちからこっちに通うことは今のところ橋がないので無理だと思うんですよね、こうお金が止まったら橋受け渡したいと思います、3500人いかないかな、3500人ね、今回行ったら一旦、やめたいと思います、やめたいっていうかね、一旦今回の配信は終了したいと思います、はい、3500人とも静かに見守りましょう、でこの緑のゲージ、このゲージはですね、ゲージというかマークはあの学歴不釣り合いの労働者1人っていうのを書いてるんですが、うちでは小卒、小学校で教育を受けた人1人欲しいんですよねっていう意味じゃないわ、違う違う、小学校で教育を受けた人がいなくてもいいのに1人入ってるんですけど、どうしてくれるんですかって感じです、でそれが学歴不釣り合いの労働者なんですが、どうしたらいいんだろう、これ分かんないんだよね、これも後でアドバイザー、お客が足ります、あ、お客が足りないんだって、労働者の問題じゃないんだって、事業を存続できる継続できる住居エリアが存在しているかどうか、してますけど、この辺渋滞してるからな、なんかちょっと考えないとね、はい、どんどん住民の、家も家建ててけ建ててけ建ててけって感じになっておりますね、家もどん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 建てていきたいと思います、そうしたらねまた水と電力が必要になってくるから、また電線とかね、電力の確保に勤しむっていうようなひたすらただ繰り返しなんですけども、なかなか3500人いかないな、あと3年、はい、行きました、3500人に、そしたらこの段階でちょっととりあえずセーブをして、カンネスっていうのがあるんですけどね、これはちょっととりあえずズルしてやったやつなので、これに上書きでセーブして、はい、止めようか、まあ、今回はねこの辺りで終わりたいと思います、次回はね、ここの続きからどん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 5000人ぐらいね、5000人、目指せ5000人ということで、次回の動画の、目標は5000人目指すということで、はい、次回の動画も見ていただけると、嬉しいです、この動画が良かったな、面白かったなと思う方は高評価、チャンネル登録、グッドボタンはどっちでもいいです、はい、逆にね、ここもっと改善した方がいいと思いますよとか、こういう風に、したらねシティーズの方もスムーズに、進みますよという、ご意見ご感想とあったらコメントに書いていただけると非常に助かります、今後の励みにもなりますのでね、
そしたらまた次回の動画でお会いしましょう。